福島大学附属中学校は、福島県福島市にある、福島大学附属の国立中学校。略称は、福大附属中、福島市近辺では、附属中、府中と呼ばれている。交渉は、蘭の花。福島大学教育学部跡地の一部に建てられ、隣接して、北に、福島大学附属幼稚園、南に、福島県立福島東高等学校がある。 福島県内では唯一の国立中学校である。中大連や新人戦の時期限定で学校外の習い事などで個人で腕を磨いた人が特設水泳部、特設身体総部などとして集結し、付属中として大会に出場することがある。ただし、特設部として認められるのには条件がある。校内では学校公開と呼称されている。 5月に付属学校のため行われ、生徒たちは全校合唱を披露する。1曲目は NHK 全国学校音楽コンクールの課題曲。2曲目は第一三章を歌う。CD 録音もされるため、新年度になってからすぐ熱心な練習が始まる。2012年度から東日本大震災の影響を受け行わなくなった。2017年度、 創立70周年を迎えたことを機に、再び全校合唱が行われることとなった。他の学校の文化祭にあたり、10月末に行われる。交渉が乱であるためこの名で呼ばれ、親族以外原則非公開、1学年の集団行動、2学年のダンス、3学年の演劇というプログラムで構成され、大半を体育館で過ごすことになる。2009年度までは、 マイメッセージと呼ばれる有志による発表の場も設けられていた。2010年度から1日目は音楽堂で全学年、全学級の合唱及び音楽部の発表を福島市音楽堂で行い、2日目は体育館で各学年の発表を行っている。また、2日目は校内に各学年の総合学習について生徒一人一人がまとめたポートフォリオや 理科の自由研究が展示される。加えて、絵画造形部員の作品が美術室に展示される。2012年度から1日目の合唱が発表会形式ではなくコンクール形式になった。なお、2013年度までは秋ン祭の準備期間で、ある秋ン祭スペシャルウィークが1週間ではなく2週間だったため、2日目の発表、展示は次の通りだった。 ただし2011年度のみ3学期生、ありがとうございます。